ここはもしかして神話に出てくる幻の祠ら、祠ら、イザナギ窟じゃねえか。100年前、白い狼に白塗りを従えて怪物退治をしたっていう、あの伝説の英雄、イザナギを祀った祠らだよ。さっきから天の川といい、この祠らといい、オイラたちはどこへ迷い込んじまったんだ。でもこりゃひどいあれよ、どうせ。見ろよ、剣なんかボロボロに崩れてひであり様だ。あれじゃ神様の加護もあったもんじゃねえや。突発終戦や、やります。やっぱり今までの筆技はお前の仕業だったのか。そんな鋭い筆使いができるとはお前一体。まあ、また空が輝き出したぜ。あれ、ここでも会えるんでしたっけ？ダメだな、全然覚えてない。ああ、かっこいい。お、我らが地蔵、アマテラス大神。もののけはびこる人海で我が身を隠せるのは、古の英雄を祀る、このささやかなる誇りのみなりきり。万象の神たる王元を助けることこそ我が務めなれば、大魔の剣舞をもって悪を払う大役、この立ち神に預けられよ。ダン、タチ。かっこいいなぁ。立ち神っていや何でも切り裂く筆技、一閃の神様だ。この野郎、それじゃお前まるで、英雄イザナギと共に怪物を退治した後、落ちんで、13の筆技をこの世にばらまいたっていうあの、狼知らないみてえじゃねえか。そんなバカな、イザナギ屈だの、知らないだのは、神話の中の話だぜ。ともかく、一閃の力は、おいらもまだ目にしたことがねえ。あれ、あそこにちょうどいい岩があるから、本当にお前が使いこなせるのか見せてみな。岩にシュッと線を引きゃ、たちまち真っ二つにするっていう技をよ。任せた。任せたじゃない、任せろ。決まらなかったな。おみそれしちゃって、キングじゃら。そのそれで筆運び、おいらの投稿を呼ぶところじゃねえや。思い上がりも甚だしいった、このことだったぜ。なあ、キムクだよ。やうい。いや、まこ、オイラは決めたぜ。お前は13の筆技を使いこなした、あの知らぬの生まれ変わりだろ。オイラはその筆技を全部盗んで一人前の医師になるまで、お前について離れねえ。へっへ、無駄無駄。オイラは一度しがみついたら何をされても絶対離れねえのよ。それより山子、その一線がありゃ、昨夜の姉ちゃんが言ってた、あれを切り落とせるんじゃねえか。さあ、戻ろうぜ。名残惜しいけど、まずは村だ。よっしゃ、来い。ああ、間違えた。行くよー。あ、木まで切っちゃった。ついに来ました。このぬわーってなるのが怖いんですよね。怖いっていうか別にこなんていうの、怖くないんです。びっくりするんです。その神魚、四角ボタンで操ってやつら退治しないな。あ、間違えた、間違えた。どんなに厄介な相手でも筆技の餌食にできるはずだい。さあ、筆を取って一寸でも押し込んでやろうじゃねえか。それを今やりたかったんです。やりたかったんですけど、ずれたんです。いやー、決まらないな。筆調べに必要な神なる墨、その場で墨ひょうたんが一つ回復する。タラララララン。トロフィー楽しいですね。PS2 版ではトロフィーとかなかったので、
設計版自体はもう本当に PS2 版をそのまま移植した形になるそうなので、新しい要素といったらこのトロフィーが追加されたぐらいで、トロフィーを集めていくのが集めていくのも新しい楽しみ方かなと。で、狼は周回プレイの特典がいっぱいあって、何周もするといろいろ集められるので、本当にぜひご自分で買って何周もプレイするっていうのが本当に楽しいと思います。飽きないんですよね。不思議とっていうか、何周やっても可愛いし楽しいし、やっぱりその特典もいろいろあるので楽しく、その要素を使いながら次の週もプレイできるというか、よいしょ。よっしゃ、じゃあ落とします。パーって蘇ってくるのがほんと綺麗ですよね。こんなのっちも遊べっちもなんておいら、おいら。こいつ。初めて見たとき、妹と見てたんですけど、二人で鳥肌立ちました。今の、パーってなるとこ。ゲームやってて鳥肌立ったのなんか、初めてでした。とりあえず、そうですね。時間も時間なので、なんだいこりゃ。こんなところに石像なんてあったっけ？まあいいや、さっさと人間を探そうぜ。そうですね。じゃあ、ここは上がったところからイベントが始まるので、その次回はイベントから進めたいと思います。あ、違うな。合ってる合ってる。フェーズ時間はここの続きから始めていきたいと思います。続けて撮るので、また次回もよろしくお願いします。それでは失礼します。